突然すまないな、邪魔をする。ああ、何かと世話をかけている妹のことで話があってな。世間では怪我が完治していないのではなどという噂が立っているようだが。だろうな。君がブライアンに無理をさせるとは考えがたい。しかし結果が出ていないのも事実だ。そんな状況でそれでも君はブライアンを有馬記念で走らせるつもりなのだろうか。だが不調である原因もわからぬままだろう。もし有馬記念で同じように負ければ君の方針を疑問視する声も強くなるだろうが、それでも走らせると。なるほど、それを聞いて安心した。実を言うと私は今日ブライアンを有馬記念で走らせてほしいと頼みに来たんだ。だがその必要はなかったようだな。君は馬娘をブライアンを第一に考えてくれている。一つ君へ伝えておきたいことがある。天皇賞秋であいつが負けた時のこと。私自身もあいつが12着に敗れるとは予想外でな。レース後に声をかけに行ったのだが、長年姉妹をやっているが、あいつが泣いているのを見たのはいつぶりかわからないことだ。だがあいつは走ることを簡単にやめるようなやつではない。トレーナー、妹の力になってやってくれ、頼む。有馬記念は目前だ。悠長なことを言っている暇はない。それでトレーナーは私のトレーニングを止めに来たのか。私の姿を。なるほど、だから私の姿を見に来たというわけか。それでどうする。有馬記念の出走は取りやめにするとでも言うか。レースに負けて涙する、そんな情けない馬娘はグランプリに出る資格などないと。なぜそうしようと。そうか、悪かった、責めるような言い方をしてしまって。そして感謝する。ああ、全力で挑もう。伸びてこない。やっぱり最強だったブライアンはもう。